つけて忘れないで、君が好きだよ。演劇部ホープによる全力で可愛い顔お願いできますか。演劇部の部室ってどこですか。お芝居に興味があって。男と生まれたからには一度くらいモテてみたいよな。全然ダメ。先輩に決めてほしいな。あなたの声が聞きたくて。今回だけなんだからね。もしかして俺のために疑似ハーレム体験を。おお、天使ベラベラとのろきやがって。クールちゃんとかで誘えばいいんじゃね。ぐーたらお姉ちゃん知ってる。どうすればそんな演技ができるんですか。好きな人ができるとね、自分の感情が別人みたいに変わっちゃうんだよね。えらいこっちゃー。あの応募したショートムービーがバズってるんだよ。出てくる女の子が可愛いって。芸能事務所から直接会いたいって連絡が。夢か大好きな人。わかんない。演劇部に入って今が一番楽しいかもしれん。どっちに進むにしても最後は自分で決めなよ。はぁ、もうわからん。全部演技なのか。私、先輩のこと好きよと言って。